これ全部葉っぱがついてたんですよ、はいはい、こういうところが全部で、懐の葉っぱだけ残して、はいはい、残してあるんです、はい、で、これからここのところの太い角みたいなのをちょっとナイフで削ってやる、こういうふうに削ってやるんですね、はい、一度にこの太い枝を切ってしまうと、はい、この切り口から焼けが入ってくるんですね、はい、すぐには取らないで、こういうふうに少し残しながら1年か2年経った後にこれを、はい、切除をしていくわけです。なるほど。今何箇所？ 3 箇所です。3箇所ですね。普通にバンって切ると、うん、焼けるって、こういうところからこう焼けるっていうか枯れてくんですよ。枯れてくるんですか？うん、枯れちゃう可能性があるわけです、うん、だからこういうふうにやっておいて一度に切らないでこうやって弱らせて、弱らして、それはマニキュアみたいな、これはね、アトジン、うん、ここからやるとね、ちょっと仕事やってるとやりにくいんで、やりにくいから消臭液の中にトップジンを、消臭液、うん、女性のほら爪のやつですね、うん、そうそう、これやっていくとやっぱ次第に枯れていくんですか、その枝は。そうですね、まあ、この元の方はね、2年ぐらいほっといても枯れないですよね。あ、本当ですか、うん、よくいわゆるこう水水がなくなったら木は枯れるみたいな、うん、これ完全になくなってるじゃないですか。そうは枯れないですよ。そうなんだ、うん、へえ、こういう感じです。なるほど。で、何年かしたらこれをも取るし、うん、こっちのこの元の方のこの葉っぱありますよね、うん、こういう葉が強くなったらここでもこう切ってやる、うん、本当こういうところの葉だけが残ってくる。それで完成に近づいてくるわけですね。これを何年かすると、うん、ここにあったこういう木と樹角が同じようになると、樹角が上になるかもしれないですね。それはあれですか、幹の、うん、幹のその形とかそういうものから、そんな感じ、こういう作業で短くて細かい枝を作っていくっていう。そうなんです。ことなんですね。短くて小さい木っていうのはそれなりに、やっぱりそれなりの仕事をしないと、うん、小さい木できないですもんね。そうですね、うん、まあ、作業内容的には、はい、そうですよね、削って切るってことですね、後々。そうですね。どのぐらいですか、期間は。要はね、うん、この懐のこういう芽が上達してきて、はい、この枝の代わりができるかどうかっていうと。なるほど。代わりができないと、そうですね、できるようになったらもう切っちゃうと。そうですね。なるほど。このぐらいは切っても大丈夫ですよ、この太さ、はい、こう切っておくことによってこういうのに日が当たりますからね、はい、太さによって決めるってことですか、その切るか削るかっていう。そうですね、うん、太いとやっぱり火が焼けるっていうか、はい、その負担が大きいから。懐まで火がこのままだと日が差さないから、これをこう少なめに葉を透かしてやる、うん、これもやっぱ3本ぐらいまで。そうですね、これはだいたいその木の樹勢とかそういうんで変わってくると思いますけど。これ今元切ったやつですか。そうです、うん、肝心なのはこの懐の芽にどのくらい日が当たってどのくらい養分がいくか、はいはい、それが大事なんでね。で、これここのところはこの木の樹勢を削ぐ意味で切ってるところだから、葉が少なくても全然構わない。で、あとは日当たりを良くする。そうです、風とね。それがここまでの成長はご自身で。そうそうそう、だけどね、
そんなに大変じゃないです、うん、水あげとけばいいとかそういうことですか。そうそうそう、そういうことそっか、ある程度はブワーって伸ばしちゃって、うん、まあ取ってきて1年後ぐらいに、うん、針金かけて曲げてやって、はい、何年かしたら取り木をかけて、うん、やっぱ結局時間かかりますね。そうなんだけど、時間のその内容はそんなに大変じゃない。なるほど。一生懸命ほらこういう作業とかね、はいはい、しなくちゃいけなくはないから、うん、楽は楽です。水だけやってればいいんだから。なるほど、はい、赤はやんないですか。うん、赤はねちょっと人気がないんだよね。あ、そうですか。うん、僕の周りだと赤人気は。そうですか。あ、でも商品だからか。うん、どこが人気があるかっていうと、はい、要するに商品で一番てっぺんに黒松飾るじゃないですか、はいはい、そういう木が欲しいんだよね。なるほど。多分あの箱飾りの中で考えると、うん、そうそうそう、確かにこのサイズで赤松ってどうかっこいいのかがあまり浮かばないですね、うん、そこのところがやっぱり分かれ目なんだろうな、人気の。そうですね、うん、確かに赤だと小さくて細い木がいいってイメージですもんね、うん、赤松もね生えてんのよ。それで、あ、そうなんですか。うん、間違えて取ってきちゃってさ、それで間違えて作っちゃったようなのもするんだ。すっきりしましたね、うん、このぐらい落とさないと中の細い芽が育ってこないんですよ、うんうん、なるほど、はい、なんていう作業になるんですか、枝切ってなんていう作業だろうな。枝切って、うん、樹勢を落とすみたいな。黒松の静止って言った方がいいのかな。静止になるんですか。静止って言ったら針金をかけるっていうことかな。でも変わった静止ですね、じゃあ作るための一段階だよね。そうですね、うん、ありがとうございます。これはモミジ。モミジ取ってきたの。あ、そうなんですか、うん、これ巻くんだけどさ、はい、巻いていろんなのに使うのよ。さっきの炭台とかさ、うんうん、それから根をつけたりさ、うんうんうん、そういうのに使うのよ。ケヤキ、あの表の通りってケヤキの木ですか。うん、あんなの使えないよ。使えないですか。うん、そうなんです。僕がケヤキを取ってくるのはね、まっすぐな、うんうん、ジェーってした見せるか。はい、ケヤキの種欲しいなと思って帰り拾って帰ろうかと思ったんですけど、ダメですか。ダメだよダメなんですか、うん、破傷があったんですか。破傷、はあ、なんかすごそうな。ほら、なんですかこれ。ケヤキ。ケヤキですね。ケヤキでこう見ると分かるでしょ、はい、枝よく見ると多少はこう絡んでるところあるけど、うん、ほぼまっすぐでしょ。そうですね、木素直に伸びてる感じが、うん、こういう木がケヤキの種の。それで粒がね小さいよ。へえ。私はもう長年ケヤキが好きだったんだけど、この頃売れなくてがっかりしてるんだ。いや、ケヤキにでも人気ありますよね。そう、もう売りますよ、僕が。僕が売りますよ。動画のやっぱ再生数も多いっすよ。あ、そう、うん、そうかな。そうですね、だから値段やっぱ高いって思っちゃうじゃないですか、うん、ケヤキは大きさとかに比べて、うん、ケヤキはね、手間がかかるから。そうですね、高いんだよな。ハサミは越郎なんですね。越郎のハサミ使ってる。越郎がほとんど、ね、へえ。もう具合が悪くなっちゃってさ。そうなんですか。うん、越郎さんが、うん、はあ、そのちょっと前に一本買っといたからよかったよ。知ってんの、越郎さん。越郎さんっていう、なんか高いって聞いてます、うん、高いよ。さあ、僕も一本ぐらい欲しかったな。もう買えないよ。もう買えないですか。うん、あの人もね、職人がたりでね。へえ。正国さんもね、はい、先代の親父さんは結構職人がたりのところがあったけど、越、うんうん、郎さんはもっと職人がたり。なるほど、うん、ご兄弟ですか。いとこでしょ。いとこなの、うん、継ぎ手はいないですかね。うん、これなんかね、正国の親父にこういうの作ってくれって言って作ってもらった。ほら、あ、作ってもらったんですか、ね、おう、これ切り出し、叩き出して作ってもらったんだよ。へ、熱いでしょ、はいはいはい、普通はこのぐらいだよ。そうですよね、うん、
ハサミ以外ですろ、他の道具は何で？他の道具はあんまり必要ないものもあるから、そういうものはその辺で買ったりなんかするけど、ノコギリか。ノコギリ、ノコギリはあいつろ。ノコギリのあいつろって見たことないな、これがそうなんですか。そうで、あの具合悪くなっちゃったからさ、はい、あのこれを解いてもらえねえんだよ、なかなか。それで長岡の方に研ぎ師がいるわけ、はいはい、そこまでわざわざね送って紹介してやるやな、一作できたね。そうですね、うん、ぜひお会いしたかった。